にちは、劇団スカッシュのゆうやでーす。始まりました。今日はですね、前回のねパンの動画で視聴者の皆様にねコメントでリクエストをいただいた中から作るパンの種類を決めました。今回は結構みんなコメントくれたんですけども、こちら魚をやってくれってのが結構ありまして、さらにその中にその缶詰をやってくれってのもありまして、まああとは結構よくわかんないのがあった。それゆうやパンがいいとか、あとはそのもう極度の下ネタよね、これパンがいいとか。いや使えないそん中でね、やっぱりサバの方をね、本当は俺サバ焼いてやろうと思ったんだけど、ちょ缶詰っていうコメントも来てたんで、ちょっと200円ぐらいするいいやつなんだけど、なんで俺がこれ買ったかっていうと、後ろにねこれ見てほしいんだけど、はい、見たこともない、あいこちゃんっていうのが、はい、美味しい缶詰を子供たちに食べさせたい、こんな思いからこの商品が生まれました、はい、美味しくて安心、私たちのモットーですっていうのを読んで、はあ、誰と。愛子ちゃん誰。愛子ちゃんが誰なのか分かった人は、はい、コメントしてください。そうですね。とにかくやっぱ金だし、うまそうだったんで、これ買いました。はい、でサバだけじゃつまらんということで、僕はサバチーズネギトーストでしょ。これうまいと思うんだよね。さらに今日冒険した大麦パン。ちょっと美味しいかどうかも分からんのだけど、なんか最近健康的に流行ってるやつなんで、多分悪くないはず。じゃあもうね、愛子ちゃんのおすすめの。これうまそうだぞ。あ。やっちゃったなぁ。これいただいた箸なんだけどね、はい、ゆうちゃんって書いてあるんだけど、はい、間違えてけんちゃんのも一本持ってきちゃった。けんちゃんごめんね。あるよ。汁をちょっと切りたいなっていうところで、これ出します。あ、うまそうじゃん。めっちゃうまそうだな、マジで。サバ缶は俺好きよ、やっぱり。いや、よだれ出ますね。今回はね、食パンにのせるんで、鮭フレークみたいな感じで、ちょっと刻んでいこうと思ってます。ザク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 。もうネギももうこれ用意しておきましょう。刻みネギ。これ超楽でしょ、缶詰とか。これ買えばいいだけだもん。本当に。うん、本当に、本当に。今何を挟んだんですか。今なんか挟みましたけど、本当に本当にどんどん作ってるよ。サバってさ、うまいよね。サバ味噌ってすごく好き。ああ、いいですね。ただやっぱりパンじゃないんだよね、サバって。俺のイメージではパンでもサバいけるよってさせてくれるのがネギとチーズだと思ってる。繋いでくれる僕らの世界を。この回とパン界のウェディングプランナーみたいなもんかな。見てください、こうサバ缶が一缶でちょうど2人分、あー、ぴったり。これにネギからいきます。僕はね、ネギ大好きなんで。うまそうだな。ネギをこうもりもり乗せるっていうのが俺うまいと思う。いや、チーズですよ。いやー、これうまいと思うわ。これうまそうだな、しかし。いや、これ美味しそうですね。さらにここで残ったタレをちょっとかけます。ちゃんと使い切りますよっていう。うわ、匂いがすごいです。いやー、いいですね。ご覧の皆様、じゃあこちら焼いていこうと思います。今回めっちゃ楽なんだけど楽しみだな、すごく。こちらに入れていきます。いらっしゃい。いや、結構いろんな子供ができてきましたね。チーズが溶けるから、うん、サバとこう溶けて絡んだ時に何になるんだろう。あ、確かそうですね。うん、マグロ。いや、はい、いらっしゃい、はい、パンが焼ける時にはもう掃除が終わってるっていうのが僕のトップトーター。え、うん。トップトースター。トーストってやっぱ出来上がった時一番うまいの。チーンパクってのが一番うまいの。そのためには片付けやっとかないといけないの。もう絶対なのよ。ゴミの中でパン食べたらそれもうパンじゃなくてゴミだから。お、溶けてきました。なんかツナみたいな感じに見えますね。ツナってマグロでしょ。和食とさ合うんだったらパンもすごいよね。みんななんでやってないのってことになるもんね。そういうことになりますね。なんでだと思う。みんなこれやって美味しいのやってなかった。え、なんでですか。それご飯が好きだから、ね。日本人だから。でも、はい、なんで、はい、チーン。さあ見ていきましょう。いや、これはもうすでに大成功の雰囲気があります。あ、いやー、うまそうです。こちら見てください。いきますよ。はい、せーの。あと、どうですか。うわー、すごい。あ、うまそう。こういう感じ。あー、すごいすごい。うまそう、うまそう、うまそう、うまそう。あー、じゃあちょっとスカッシュのメンバーに食べてもらおうかなと思いますね。じゃあ誰から呼ぼうかな。誰でしょうか。目が合ったぞ、今。目が合ったぞ。トライアングル取るぞ。どうしよう。サバ味噌ネギチーズ、これうまそう。すげえいい匂い。うわー、絶対うまいじゃん。こんなの。このサバはね、愛子ちゃんが。愛子ちゃんって誰。ちっちゃい。いただきます。どうぞ。あ、
音いいっすね。おお。うめえ。おお、早っ。あ、これ、あ、そう、ご飯が欲しくなるかなと思ったけど、でもパンでもいいね。いけるん。うん。じゃあなんで今までこれ誰もやってないの。確かに。それはね、みんな米が好きだから。いや、俺はパンも好きだから。俺はパンも好きだから。これみんながやってないのは米が好きだから。そうだね。多分そうだ。でもパンにも合うね。あれからフレークみたいになってるからかな。で、新しい子は今考えよう。食べて感想を言って、もう一個欲しいのやっぱり。女性に例えるなら、どういうパン。女性の部位で例えるってこと。相対的に見て、女性に例えるとどういう女性だと。やっぱり、うん、あのほら、女性っていうのは一番重要なのは、うん、清潔感と恥じらい、うん、はいはい、それなの、絶対この2つ、はい、これがない女性はもうダメダメだね。そこで思ってるから、うん、これはだからその恥じらいがすごくあるよ、やっぱり。ほうほう。魚の臭みも全部消えてるし、うん、いいところが出てる、はい、チーズで隠してるからね、体をね、ちゃんと。これがパンティーなのよね、だから。そうそう、チーズが、そうそう、チーズがまあだからパンティーも見せちゃダメだよ。そっかそっか、恥じらいが重要なんだから。ケンちゃんの方はネギ嫌いって言ったからさ、女性選びすぎてんだけど、こっち見て、こっちにはちゃんと中にその隠し恥じらいが見えられる。恥じらいがちゃんとあれっす。でしょ。いいいいね、さすが。そうなんです。清潔感ってのはある、ここに。清潔感はだから見た目の清潔感は残念ながらない、うん、あんまりないと。あんまりない、はい、でもそれはサバだからしょうがないよ。さあ、まさかこっち見られてる。いや、ちょっと俺も全然焼いてみたいと。はい、これ美味しいな。これうまそうだ、ほんと美味しそう、うん、ほんと。いやー、美味しそう、美味しそう、うん、うん、うまっ。あの、上品じゃないですか。見た目は芋っ子っていうかさ、田舎から出てきた女の子かなと思うんだけど、うん、育児に含むとセレブリティ。これうまいな。お、今までで一番うまいんじゃないって言ってた。はい。高橋パンと全然違うよ。高橋パン、あの人一人だけでね、成功だって言ってくれてたの。ドラムース終了。俺の名前は終了。いただきますよ。はい。いや、うまいっすね。早めに来ないと俺レパートリーないんだから。すぐ来ると思ってやってんだから。準備一緒にしてくれたからすぐ来ると思ったのに。頼むよ。結構今回ね、曲も聴いたことないところで。こういう曲だったんだ。いただきます。あ、ネギもちょっと欲しかったかな。あるのよ。え、俺もそれ思ってた。俺は嘘をついてた。ごめん。これレベル高いよ。え、サンドイッチ屋さん、あなたはサバトーストを作った方がいいですよ。超うまいこれ。いや、これでもランチに一番いい。あ、俺全然信じてなかった。いや、俺もなの。自分が思ってたより全然美味しいの。うん、絶対こっちの方がいい。あの魚の臭みがやっぱ消える。サラダにした。サラダにした。なんだこれ。サラダだ、サラダだ、これサラダだ、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 トントン。今回からね、新コーナーとしてね、はいはい、このパンが女性としてどうだったかっていう感想をいただいて。ああ、なるほど。締めていきたいな。見た目は金髪のそばかすだらけの外人さん。食べてみたら、食べてみたらじゃない。お話をしてみたら、実は中身は大和なでしこ、そういう感じ、うん、日本的な味がする、うん、でなんかハーフだね、だからそう、ハーフビジョン、そう、今回はね、そう、ありがとうございました。終わったらよろしい。次回は金髪に会えるのでしょうか。お楽しみに。バイバーイ。ごほっともあった。今週もありがとうございました。パンのリクエストの方は随時受け付けておりますので、コメント欄にこんなパンがいいんじゃないかなというのがあったら、あの、書いてください。ただ、前回見られましたパン、こういうのはあのちょっと非常にね、扱いづらい言葉なんでね、どうやっぱ言っちゃいけないの、パンとか言っちゃいけない言葉だと僕は思ってるんでね、あの、決してパンっていうコメントはなしにしてくださいね。それではごきげんよう。